かわいはやお、かわいはやお、かわい早尾、はやお、1928年、昭和3年6月23日から2007年、平成19年7月19日は、日本の心理学者、京都大学名誉教授、国際日本文化研究センター名誉教授、文化功労者、元文化庁長,長官。専門は、分析心理学、ユング心理学、臨床心理学、 日本文化。学位は、博士、教育学。兵庫県滝郡篠山町、現、篠山市出身。日本人として初めて、ユング研究所にてユング派分析科の資格を取得し、日本における分析心理学の普及、実践に貢献した。また、箱庭療法を日本へ、初めて導入した。臨床心理学。 分析心理学の立場から1988年に日本臨床心理士資格認定協会を設立し臨床心理士の資格整備にも貢献した霊長類学者の河井正夫アニー三男である幼少期より死について考えていた死ねと全く何もなくなってしまうということが耐えがたい恐怖であった目を閉じ耳を塞ぎ死がどのようなものか知ろうとし そのように知ろうとしている自分が亡くなってしまうのだと気づき、立然としたことがある。兄、河合正雄によると、幼少期の早尾は繊細で泣き虫で、靴下が履けない、下焼けが痒い、好きな先生が天人だというような、些細なことで泣いていた。一方で理屈で相手を言いくるめることが得意で逆に、理屈で言いかされたりすると相手を涙目で、ゲーカイすようなことがあったが、 同時に、人の心を見透かす能力を備えており、母親は、早尾は、怖いと呟くこともあった。このため家族内では、見抜き人というあだ名を付けられていた。規制概念にとらわれず自分の頭で考え、時に過激な発言もし、小学五年の時には、進化論的に言えば、アマテラス大臣は一番猿に近いということかと言ったという、感受性の強い時期に、 軍国主義が台頭、日本精神、大和魂などの洗礼を受けたため、日本剣を症が強くなり、文学、芸術などは、西洋一辺倒となり、日本に関する文化には、すべて、無関心に濁す。その後、海外へ行く機会が多くなったことでようやく、日本剣を症は収まり、老年期に至りようやく関心を持ち始める。しかし、脳だけは若い頃より関心があった。 後に、世阿弥の旧位に特に関心を示したが、心理療法家として、人間の心の成熟を常に考えていたため興味をそそられたと述べている。旧成神戸工業専門学校を経て、1952年、京都大学理学部数学科を卒業。京都大学大学院に席を置き、心理学を学びつつ、数学の高校教諭として3年間勤務。 学生時代には、マサオが、ジークムント・フロイトの、夢判断を読んで、すごいショックを受け、夜眠れなかったというと、そうか、ショックなんか受けなかった。こんな面白い本はないと思うなと答えた。河合は、ロールシャッハテストから徐々に、心理学に入っていき、ロールシャッハが彼の心理学の土台を築く上で、大きな役割を果たしている。河合は、約1000人に、 ロールシャッハを試行した。河合は当時カリフォルニア大学ロサンゼルス校の教授であり、東映法に精通していたブルーノ・クロッパーのロールシャッハに関する本を読んだ際、間違いと思われる箇所を見つけ、手紙で質問した。すると丁寧な返事が来て、河合の指摘が正しく、河合が初めてそれを指摘したと記されていた。この手紙を契機に二人の関係が始まり、 後の河合の留学先にも影響を与えた。英語で努力を積み重ねた後、1959年にフルブライト小学生としてカリフォルニア大学ロサンゼルス校へ留学し、クロッパーやジェームシュピー・ゲルマンの指導を受けた。米国ではロールシャッハに関しては、教授から大きな信頼を得た。留学期間が切れた後も、女子として採用されて引き続き滞在。 ネイティブアメリカンについての共同研究を行った。河合は第二次世界大戦での敗北を経験しており、西欧流の合理主義に傾倒していた。しかし、河合は、米国の合理的な社会制度、思想に触れ、自分の日本人としてのアイデンティティについて、深く得させられたという。クロッパーはかつてドイツに在住していたが、ナチスの迫害を逃れて、 米国へ亡命したユダヤ系であった。ヨーロッパの精神医学、心理学に精通し、ユング研究所に1年間の滞在した経験のあった彼、河合が米国で学位を取るよりも本場のスイスの中立ヒで、ユング心理学を収める方が良いと判断し、河合にスイスへの留学を進めた。この際、河合のために推薦書を書き、河合は、 ユング研究所から奨学金を支給されることとなった。1962年に天理大学で助教授になった後、大学の許可を得て1962年から1965年まで、スイスに渡り、ユング研究所で日本人として初めてユング派分析家の資格を得る。その際、c m ヤーに指示した。河合が心理療法化、中でも、 ユング派に属したことは、幼い頃から感じていた、自分自身の死の恐怖に導かれてのことであったと、言ってもいいほどで、それは、意図的になされたものではなく、多くの偶然の重なりの中で、何者かによってアレンジされたかと思うほどの流れで、ユング派の分析家となった、と、著書、対話する生都市の中で語り、さらにユング派のサークルでは他派に比べ、死について語られることが多いと述べている。 帰国後、1972年から1992年まで、京都大学教育学部で教鞭をとる。退官後、プリンストン大学客員研究員、国際日本文化研究センター所長を歴任する。河合は、欧米で治めた心理学を日本では同様に適用できないことに気づき、日本的環境や日本的申請にあった。 心理療法を工夫して作ることに苦心したという。その影響から、岩波書店の編集者、大塚慎一、後に社長に就任に勧められ、岩波新章、コンプレックスを出版。その頃、後に信仰ある文化人類学者の山口正夫と出会う。また、彼の著作には、母性社会日本の病理、中空構造日本の真相、日本人の心の行方、 日本人という病、日本文化の行方などのように、批判的かつ創造的な問題意識を持った日本文化論がある。1979年、大塚の紹介で、研究会、都市の会に参加し、哲学者の中村雄二郎らと出会う。特に信仰のある中村雄二郎との対談は、トポスの地、TBS ブリタニカに収められている。 日本心理臨床学会を設立し、道理事長に就任。臨床心理士制度や、スクールカウンセラー制度の確立に尽力し、日本臨床心理士会会長も務めた。1965年に、河合は、スイスの心理学者ドラ・カルフが、子供やの成人のクライエントへのセラピーとして用いた、箱庭療法を日本に紹介した。最初は、天理市と京都市に導入され、 そこから徐々に日本に広がり、臨床場面で幅広く使用されるに至った。河合は非言語的な表現が多い、日本人に向いていると考えていたという。その後、日本、箱庭療法学会の設立に携わる。また、1985年に国際箱庭療法学会が設立され、河合はその創設メンバーであった。精神会で、 風景構成法を考案した中井久夫神戸大学名誉教授は東京で河合の箱庭に関する発表を聞き箱庭に枠が使用されている点に注目した。そして患者が箱庭の枠があるために箱庭による自己表現が可能であり治療効果があることに気づき自身の風景構成法の枠付け法に応用した。 中井久夫や山中康弘などの精神科医が、箱庭療法を病院に導入したため、箱庭が教育現場だけでなく、病院臨床でも使用される契機となる。2002年1月18日より、第16代文化庁長官に就任。民間人、非官僚の起用は今日、今ンでデ三浦志門に続き17年ぶり3人目となった。2年の任期が終了した後も、 お得意のダジャレで盛り上げる講演をするなど、文化庁の知名度向上に貢献した手腕を買われ、二度に渡って長官留任を要請され、2006年10月31日まで3期4年、あまり在任した。在任期間中の2002年4月、文部科学省が全国の小中学校に配布した道徳の副教材、心のノートの編集に携わった。また、2004年には、 高松塚古墳の壁画がカビによって劣化していた事実を化け町が隠蔽していたことが明らかになり大問題となった2006年7月から高松塚古墳壁画問題の県で国内各地で関係者に謝罪し同年8月に公式謝罪を行った2006年8月17日午前奈良県奈良市内の指定で脳梗塞の発作を起こして倒れ 奈良県天理市内の病院、天理よろず相談所病院に搬送され緊急手術を受けた者の,の容体は回復せず、2006年11月1日に文化庁長官職を休職。2007年1月17日付で人気切れにて退任した。2007年7月19日14時27分、脳梗塞のため、奈良県天理市内の病院で死去。 2012年5月2日、一般財団法人、河井早夫財団が設立され、主たる事業として、河井早夫物語賞、学芸賞が設けられた。河井早夫は7人の男兄弟の逸夫。長男、ひとしは、下界、次男、孔は、内界、三男、正は、霊長類学者、京都大学霊長類研究所元所長、四男、道夫は、司会、六男。 尾は、脳神経学者、京都大学医学部元助教授。臨床心理学者の河井俊夫、京都大学心の未来研究センター教授。放射界学者の河井美希夫、東院横浜大学法学部教授。イタリア文学者の河井茂夫、神戸大学留学生センター教授は息子。工学者の河井千穂、京都大学国際融合創造センター元、非常勤研究員。 近いの河合いみを日本歯科麻酔学会理事はおい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。